平木大作君、公明党の平木大作でございます。あのまずはじめに私の方からも今回の台風15号並びに17号そして8月の大雨によりましてお亡くなりになられた皆様にご冥福を祈り申し上げたいと思います。また被害を受けられた方々にお見舞いを申し上げたいと思います。 あの今般のこの一連の災害、大変広範囲にわたるかつ大規模なものでございますが、あの私自身も千葉県民の一人として、あの発災以後千葉県内の被災状況、を各地歩いてまいりましたので、その点に絞って、絞った形で今日は質問させていただきたいというふうに思っております。公明党といたしましては、現在です、ね、千葉県内、158名の所属議員がおりまして、 この台風15号、被災をして以来、各地で手分けをしながら状況をつかみ、そして毎晩対策会議を開きながら、政府に対しても随時、さまざまな要望をさせていただきました、あの一つ一つの要望にあのきちんと答えていただいたことにまず感謝を申し上げたいと思います。あのその上で、今日も何度か論点として挙げられておりますけれども、政府としての初動対応について改めて確認をさせていただきたいと思います。 あの先ほど武田大臣の方からも冒頭、例えばです、ね、台風が上陸をする前の9月6日にこの警戒会議を開催をされそして上陸した翌日10日にはこの台風15号関係省庁の災害対策会議開催をした上で 千葉県庁の方に内閣府の情報検知チームも派遣されたと、まあ、このような一連のお話もしていただいたところであります。あの改めてです、ね、このやはり災害対応というのは、現場の自治体が一番、まあ、ある意味、正面に立って対応されるわけでありますから、この自治体との連携という観点から、これまでこの初動についてどう受け止められているのか、総括されているのか、お伺いしたいと思います。武田防災災担当大臣発後9月12日に 香取市多古町を16日に立山市巨南町君津市を訪問させていただきました、えー、直接この被害の状況を拝見しましたけれどもこの長期の停電これに伴う断水携帯電話の通信障害の発生が市民生活の生活に与える影響の大きさを必死と感じたところでありますまた災害対応に充てられている地元の首長とも意見交換を行い 被災された方々が安心して暮らせる生活を一日も早く取り戻すことができるよう、万全を尽くしてまいるとの決意を新たにしたところであります。今後の採用対策に万全を期すため、今回の台風第15号において課題となった事項について、検証を行い、見直すべき点は今後の教訓として改善を図っていくことが重要である。そのため、政府として今回の台風にかかる検証チームを立ち上げることとしておりまして、 発生した災害から学ぶべきことはすべて学び、今後の制度、運用の改善にの検討につなげてまいりたいと思います。また、被害に遭う方を一人でも少なくするために、昨年来、事業規模7兆円の防災・減災、国土強靭化のための3カ年緊急対策を集中的に実施をしているところであります。今後ともさまざまな災害から国民の生命の財産、生活を守るため、 ハードソフトの両面にわたる対策を講じ、災害に強くしなやかで強靭な国づくりに引き続き全力で取り組んでいきたいと考えております。平木大作君。あの、私もですね。あの県内の被災地、各所歩かせていただく中で、まあ、例えば市役所ですとか町役場寄らせていただいてましたで、そうするとですね。あの割と初期の段階から、例えば経産省です。とか国、国交省のリエゾンの方がもう常駐して。 電力事業者の皆さんと連携をされたりです、ね、さまざま実は活躍されていた、まあ、その場になぜ県庁の職員がいないんだということも思いながら歩いていたわけでありますけれども、まあ、ある意味、政府として初動、しっかり動いていただいたと私は思ってますが、ただし、先ほどもありましたようにですね、 県庁までこの内閣府の専権チーム行っていただいているんであれば、やっぱりこの県としての動きの部分もしっかりとご指導いただきたかったなというのは改めて思っているところであります。あの今、大臣の方からも、ですね県庁のえこれから検討を進めていくということでありましたので、ぜひこういうあの自治体との連携という部分について、さらにえしっかりとあの見直すべきところは見直していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。まあ、こういう中で、今回、ですね私も一番戸惑ったのって何だったかと言いますと、この毎晩、 県本部所属の議員が各地に散って、その情報を吸い上げていたわけでありますけれども、実は初めての事態として、そもそもあの電話がつながらない議員が多数出たということでありました、館山市ですとか、南房総市ですとか、巨南町ですとか、その現場入ってるんだけれども、その情報をつかんでいるはずの議員と連携が取れないということに気づきまして、最初、私もこれ、電池切れだと、電力がないので電池切れだということで、翌日、大量の いわゆるモバイルバッテリーを持って現地各地回ったんですけれども、まあ、実は行ってみたら、充電もそうなんだけれども、そもそも充電できても電話がつながりませんということが、改めて突きつけられたわけであります、まあ、このことっていうのは、その議員一人一人がということもそうなんですけれども、例えば、ですねこれ、現場で一番最初に情報をつかまなきゃいけない、市町村も当然これだと情報がつかめない、あるいは1人暮らしのご高齢の方、こういった方が実際に電,話も電気もない。 水もないという中で、実は SOS を発信できないという、こういう厳しい状況があるということを改めて知ったわけであります。私もまあ以後です、ね、あの衛星携帯電話を持ちながらずっと県内歩かせていただきましたけれども、まあ、そういう中で本当に対処しなければいけない厳しい今回の災害だったんだろうということを改めて思うわけであります。ただまあここままで振り返り返すと 近年、東日本大震災もそうですし、熊本地震もそうですし、さまざまな大規模な災害が行ったときに、まさにライフラインとなってきた、この通信環境ってものを改めて私は見直さなきゃいけないんだろうというふうに思っています。バックアップ電源ってそもそもですね通信の基地の、これ、ちゃんと備えることになってたんじゃないかというふうに思うんですけども、これ、これまでの整備どうだったのか、そしてあの改めて今回の事態を受けて、私は、 この通信環境の強靭化というものに政府として全力で取り組んでいただきたいと思うんですがこの点いかがでしょうか竹村事業部長はい、お答え申し上げます平成23年の東日本大震災を受け総務省では通信設備の停電対策や重要な電走路の冗長化などに関する省令を平成24年に改正しておりますこれを踏まえ通信事業者では基地局の予備電源の長時間化や 移動電電電源車や半型発電機のの配備などの停電対策を進めてきたところでございますまた、総務省では昨年の度重なる災害を受けまして、携帯電話基地局に関する緊急点検を行い、通信事業者に対し、応急復旧手段として有効な移動電源車などのさらなる増設を働きかけております。まあ、こうした取り組みにもかかわらず、今回、長時間の通信障害が発生したことにつきまして、 通信事業者からの聞き取りによれば、今回の災害では倒木などにより、移動電気車などの運行に大きな影響があったほか、電力復旧の見通しがたびたび見直されたことによりまして、基地局の復旧計画の変更を余儀なくされたというふうと,とのことでございます。いずれにせよ、携帯電話が被災者の情報入手や情報発信の手段として、 災害時に欠かせない手段となっていることを踏まえまして、通信事業者とともに開催しております連絡会を今週中にも開催し、通信障害の原因の分析やさらなる対策の必要性について、しっかりと検証をしてまいります。平木大作君 今です、ね、主に復旧という観点から、まあ、復旧という観点を中心にご,ご答弁いただいた、これは当然、迅速に復旧できるように取り組んでいただかなければいけないんですが、今回も早朝に、あるいは深夜に来た台風が起受けて、朝電話しようと思ったら、もうつながらなくなっているわけです、ある意味ですね、数時間から24時間ぐらいのバックアップ点検、いろいろ取り組み、これまでもいただいたということは私も聞いてますが、これだから、 数時間しか持たなないいものだと結局役に立ってないんですねある意味、一番被害を受けた地域がこの SOS、大変な状況というのを発信できなかったということが、極めてこれ、最初の支援のミスマッチにもつながってしまったということではありますので、しっかりとこういった点、踏まえて、強靭化に取り組んでいただきたいということを改めてお願い申し上げたいと思います。でちょっと時間的にもしてますので、また次の問題行きたいと思うんですが、こうした事態を受けてまして、国土交通省の方で先日、 災害救助法では支援対象とならないこの住宅の一部損壊について、国として支援をしていくということを表明していただきました、これ、新聞ですとかメディア等でもこの広範に報じられまして、まあ、ある意味、この屋根が飛んでしまった、さまざまな今、困難な状況をかけている方の希望になっているわけですけれども、ただですね、一方で、本当にこれ、対象が大きい、そしてうちぐらいにちょっとしかかけてないところどうなんだろうとか、うちが対象し になる支援対象になるんだろうかとか、そういった今、憶測も呼んでいるわけであります、改めてこれ、幅広くこの損壊に対応して,いくしていただく必要があるかと思いますが、今の具体的な検討状況を教えていただきたいと思います真鍋住宅局長交付金の支援による補助制度の検討状況についてご、ご質問にお答えしたいと思います。 現在、私ども国土交通省の方では、災害救助法に基づく応急修理制度の活用ができない、いわゆる一部損壊の住宅についても、何らか支援することができないかというふうに検討しましたところ、今ご指摘のありましたとおり、自治体が被災した住宅の耐震性の向上などに資する補修について支援を行う場合に、国が防災安全交付金の効果促進事業の対象として、これを支援すると。 ここういういいい検討しているところでございますなお、総務省においても、地方負担額の8割を特別交付税措置をするということをお決めいただいておりまして、これ、併せまして自治体の支援を強化していると、こういうところでございますが、現在、被災者に対する具体的な支援の内容そのものにつきましては、 地方公共団体、具体的に言いますと、千葉県とその管轄の市町村ということになりますが、そちらの方で検討を進めていただいておるところでございます。私どもといたしましても、被災自治体がこの制度を活用できるように、適宜職員を派遣するなどして、えー、丁寧な情報提供を行うとともに、きめ細かく相談に応じているところでございますが、現時点までにはあのまだ提案には至っていない、こういう状況でございます平木大作君。 是非ともあの早急な検討をお願いしたいと思います。あの次の質問に移りたいと思います。まあ、今回の災害で発生したゴミについてもですね。大変今大きな問題となっております、えー、簡単に申し上げますとですね。このゴミ自体がこのいわゆる災害廃棄物となるのか、産業廃棄物とされるのかでまあ全然対象が変わってくるわけですね。あの災害によって生じたものであるとなれば、まあ、一般ゴミと同じ扱いになりますから。まあ、市町村の方で処理してくれるわけでありますが、まあ、一方で。 これ、例えばですね、倒壊したビニールハウスなんかもこっちに基本的にはなるわけでありますけれども、この産業廃棄物となった場合には、事業者の責任で処理しなさいというふうに、立て付け状になっているわけであります。これ、被災からですね、一月近く経とうとしている現在でも、この倒壊したビニールハウスの等、基本的には手つかずでそのまま残ってしまっております。実はこうした あの産業廃棄物について、環境省では実は発災直後9月13日に、これ、県に対して通知を出していただいているんですが、どのような内容だったのか、またあの現時点でその内容にを受けた取り組み、どう進んでいるのかについて、お伺いしたいと思います。山本局長 あの今ご、委員ご指摘いただきましたように、まあ、今回の台風15号、非常に多数の農業用ハウスの倒壊等が発生しておりまして、これらが長期間放置された場合、新たな災害等により、周辺環境へ支障を及ぼす恐れがあるということを考えまして、環境省では9月13日に、被災した農業用ハウス等の処理にかかる事務連絡を出しております。 棄物処理事業費補助金の補助対象となると、この対象となりますと、国庫補助2分の1交付税措置を含めると、最大90%の財政措置、さらにまあ激甚災害に指定された場合、最大95.7%の財政措置が受けられるというものでございます。で、今の状況でございますが、これを今、周知を図っているというところでございまして、この事務連絡も含めて補助事業の説明会を実施しておりまして、引き続きこれをしっかりと周知徹底をしながら、市町村からの相談に丁寧に対 対応しててままいいりりりたとと考えておりますす平木大学君ありがとうございますあの今おっしゃっていただいたようにです、ね、市町村がもし、この壊れてしまったビニールハウスも含めて、自分たちで処理すると、決めていただければ、9割が公費で負担されるという枠組みを早々に実は発表していただいているんですね。 でただ、ですね私自身が知る限りにおいて、まあ、実はこの被災した自治体の中で、これをやるんだと表明したところは今のところ一つもないというふうに認識をしております。そういううい意味でではは実実ななかなか、まあ、実際ににこれもうすでに 災害廃棄物だけで、まあ、山積みになってしまっている、なかなか手がつけられないという中にあって。さらに産業廃棄物まではちょっと手が出せないな、というのがおそらく市町村の本音なんだと思うんですね。まあ、その意味で、今ご答弁いただいたように、しっかりと内容について周知しますと。あるいは、やっていただいた時には、国としても財政的に支援しますという、まあ、そういうことでありましたけれども。やっぱりこれですね、なかなか、ここ、これだけでは。 前に進まないのかなというふうにも思うわけであります。ぜひともこれは、あの今日答弁は求めませんけれども、環境省としてもう一歩ちょっと踏み込んだ形、実際にこの放置されてしまっているような産業廃棄物の処理が前に進むような、そんなご検討をお願いしたいというふうに思っております。で、あのまあ、今、答弁していただいたとおりですね、なかなか、実際にはこうやって使われていないという状況がある中で、改めて私、今思い出しますのは、5年前なんですけれども、2014年。 あのの時はです、ねまあ、山梨県ですとかああいった地域を中心にして同じように私もあの笛吹市の農家とか回りましたけれどももう一帯のやっぱりビニールハウスが雪で全部潰れてしまってましたあの時に農業者の多くの皆様から実はいただいた声っていうのはこのハウスの再建の手前にそもそもこの潰れてしまったビニールハウスこれ自分じゃ片付けようがないよっていう声だったんですね。で、まあ、ある意味もうこのままだったら 来年の作付けまでも間に合わないだろうし、まあ、ほっといてもうあの映像やめようかなっていう声をたくさんいただきまして当時私も。 あの当時の林農林水産大臣にです、ね、なんとかこれしていただきたいということを、何度もお願いをいたしまして、この時には実は政府の支援で、このビニールハウスの撤去については全部、国の方で持っていただく形で、実は処理していただいた、で今でもです、今でもフェフチですとか、この山梨県内の豪雪で被害あった農家を歩きますと、あの時にどけてもらったから、また続けようって踏ん切りがついたんだという声をたくさんいただいてます。あのその意意味味ではでではすねとともちょっと今回千葉県内全域で、まあ、あ,のある意味 数もまた被害の規模も違うんですけれどもこれ政府として取り組んでいただきたいと思いますがこの点農林水産省いかがでしょうか上田参事官お答えいたします本日決定した支援対策において農業用ハウスの撤去については先に環境省がお答えにした市町村が行う産業等廃棄物処理事業のほか強い農業を担い手作り総合支援交付金の被災農業者支援型においても対応することとしたところでございます 本事業では、農業者が被災施設の提供を行う場合も、営農継続を条件に、国が十分の資産の助成をで支援をすることとしております。その際、国の助成と合わせて、地方公共団体に対して、国の補助率と同率以上の負担をお願いしているところでございます。また、園芸施設共済の撤去費用の保証,保証を付加していれば、共済金も払われることになるところでございます。 なお、災害復旧事業によっても、農地に混入したハウスのガラス片等の除去も支援することとしております。今後、このような対策の周知に努め、被災された方々が一日も早く経営再建できるように、全力で取り組んでまいる所存でございます平木大作君。あのちょっと今、答弁がですね分かりにくかったんですけれども、あの端的にあのまあ今の答弁、まとめさせていただくと、ですね、まあ、5年前とちょっと状況が違ってるんですね。 今の農業共済自体が、このパイプハウスの撤去等の部分もカバーできるようになったということでありまして、そういう意味でなかなかこの全部政府で見ますということはやりにくいというような、そういう趣旨としてあの今、聞かせていただきました、まあ、あのここについては、ですね共済加入者とそうじゃない人を同率に扱うのは、というのは確かに問題として残るわけでありますけれども、改めてこれ、農水省として、今、政務含めて現場、いろいろ入っていただいているのをよく伺ってます。あの営農継続をでですね本当悩んでる 方たくさんいらっしゃいますので、しっかりと現場の声を聞いて対策を打っていただきたいということだけ、最後にお願いしたいと思います。あのちょっと時間がなくなってきましたので、1問すみません、飛ばさせていただきまして、最後に改めて、武田防災大臣にあのご質問して終わりたいというふうに思っております。 あの発災直後、まあ、あの大臣は就任した翌日にということになりますけれども、えー、千葉県内各地も歩いていただきましたし、またその後、えー、複数の日にわたって、ですねあの被災地歩いていただきました、改めてこの台風の被災現場、見ていただいて、どのようなお感じになったのか、またあの今後、これ、本当に。 私、冒頭から申し上げてますように、防災対策に生かすべき点、反省すべき点、多々あるというふうに思っております、こういったところに向けて、今後の防災対策への決意とと,ともに、大臣からご答弁いただきたいと思います武田防災担当大臣あの。電気が停電されている極めて厳しい環境の中で、ストレスをためて暮らしておられる方々の暮らしを一刻も早く取り戻さなければならないという強い決意に、まずは、かられました。併せて我々は今日まで 毎年発生する数多くの自然災害の経験を踏んでおりますその都度はそこで経験した教訓をもとに次なる災害へ備えていかなければなりません今回立ち上げますこの台風十五号の検証チームで様々な改善,改善すべき点もこれ存在してくると思いますそうした教訓も加味しながら今後とも防災減災に努めていきたいその決意を新たにしたところであります平木大作君終わります 哎。Hey.